皆さんこんにちは。土曜日なんですけど、あのね、ジュンブライのイベント今やってるじゃないですか。あれね、なんかピンとこないなって思ってたら、そう、俺さ、自分の結婚式の時和装やったんですよ。あの神前式ってやつだからピンとこんかったんだよね。どういう風に作ればいいんかなっていうの。まあもちろん人の結婚式とかも出てますけど、やっぱり自分の結婚式がね、一番思い出に残ってるじゃないですか。というわけで今日はあの西洋かぶれのリサと海蔵に和の心通問をジャストミートしてやろうかなと思います。の前にちょっと今日土曜日の午後なんやけど、株価チェックをしてなかったので、あ、てか株売ろ。いらっしゃいませ。勝つために来た。運の忘れてたけど、絶対株価は200円。なるほどね。うっす。じゃあちょっと和装でやっていこうかなと思うんですよね。この人らの服を着替えさせることはできなさそうやけどね。まあとりあえずやるか。今日も来てくれてありがとう。セット作りをお願いしたいの。挙式のチャペルみたいなセット。チャペルね。オッケー。俺のチャペルな。神聖な場所でとわの愛を誓う2人。それ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 。やるからな。待っててくれな。これさ、何気に何回もやっていくことで、このイベント多分、なんか増えていくねんな。ウェディングなキャンドルとか。そうそう。なんか毎日やっていくことで、セットできるものが増えていってんねんな。地味にね、これね。まあでもちょっと今回はそうなんで、はい、金箔の襖、いや違うねんな、障子やねんな多分な、うん、障子。ああこんな感じ、こんな感じ。床はね、いぐさの畳、うん、まあ畳ではないな、絨毯、なんか赤っぽい絨毯。あ、こんなん、こんなこんなこんな感じ、こんな感じで、うんうん、あーこんな感じで屏風があって、その前にあんどんでいいかな。そうで、真ん中がこんな感じで神棚になってくるから、神棚を祀るようにぼんぼりがあって、ちょっと派手すぎるけどね。まあ、積み木のチェスト裏返してこんな感じで神棚作って、まあめっちゃ神棚っぽいものがないので、代わりにそうね、まあ発見見つけとこうかな。神様やしね。うん、これはいいかもしれんな。こうやな。建物なんで非常口はなんだかんだね、これいると思うねんな。うん、でこれはこれでつけといて、そいで、まあ当然ね、やっぱエアコンもつけとこう。こういうのあった方がリアルやよね。うん、でお客さんが、参列者が座るところなんやけど、高めの木のテーブルなんよな。うん、でそこになんかあのお酒がね置いてあって、みんなですするみたいな感じだった気がすんねんけど、ちょうどいいのがやっぱないからね。まあ、ナチュラルなスクエアテーブルがまだそれっぽいかなみたいな。ちょっとこれいっぱい置くわ。それと普通にあの木の椅子なんですよね。木製チェアでいいと思う。それは色は、まあ、色はライトウッドかな普通に。うんうんうん、なんかそれっぽくはなってきたな。あとはテーブルの上になんかお酒っぽいものを置きたいのよな。ちょっと音楽変えて気分変えよう。いや、やっぱケケ大名かな。うん、雰囲気的にはね。あー、これだわ。和装結婚式だいぶいい感じになってきた。よし、ちょっとあとは机の上を整備していけば結構それっぽくなるのでは。机の上がな、なんかね、白くて薄めの小皿みたいなんがねあればいいんやけどね。食器がな、やっぱ洋風の食器ばっかりしかないからな。あ、この白いお香がなんかちょっとそれっぽいかもな。うん、ちょっと不本意ではあるが、うん、まあこれで、まあ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 、なんか線香を焚いてるみたいに見えなくもないが、あのおみっきですかね、お酒を入れる、容器をということにしましょう。うん、まあまあまあ、なんかこれが和装の結婚式なんだよと言われれば、まあそうなのかなと思ってしまうような感じにはなってきたかな。ちょっと壁が寂しいからなんかつけるか。まあ実際こんなものはないんだけれども、なんかちょっと壁が寂しいので、ちょっと上の方にこういうのつけてみて、まあ、雰囲気を出してみると、うん、で、あ、ピンク
クの掛け軸しか持ってないんか俺。さすがにピンクはピンクは場違いよな。やめとくか。まあこれでいいかな。うん、だいぶそれっぽい、うん、和装の結婚式だと言われればそうかもしれないと思えるようなものができました。で、これで俺が、いやこれ俺は写り込もう、この写真の場合、僕がこの辺に立ってなんかあの巫女さんがいるという感じにしましょう。でなんか式進行の人です僕が、ね、ここでね、はい、これで写真を撮るんでいいんじゃないかな。 OK。 あ、そうそう、僕の結婚式の時にね、なんかね、あのね、電気がバシッて消えちゃうっていうトラブルがあったんですよね。なんでバシッと電気消してみようと、自分の結婚式を思い出してね。まあ言うてぼんぼりがあるからそんなめっちゃ暗くはないけど、うん、これぐらいでどうかな。えい、いや結構いい写真が撮れてる気がするぞ。俺もうちょっと内側向くか。で、まあ2人を祝うような感じ、あ、違う、間違えた、ちょっと2人を祝うような感じで、そうね。だけどあんまりね、和装の結婚式なんで派手に祝ってもあかんねん、パチパチパチみたいな、そんなあのスーパーハピネスな感じというよりはおめでとうございますみたいなね、みやびな感じで行かないといけないので、まあちょっといつもニコニコ笑っているぐらいの、あ、これぐらいいいんじゃなかろうか。よしよしよし、 OK。 リサさん、待って、行けない、リサさんのところに。よし、ここやな。リサ殿、いかがでしょうか。はい、はいはい、 OK。 ありがとう、早速見せてもらうわね。素敵なセットを作ってくれてありがとう。おかげでいい写真が撮れたわ。あえて言うなら、今回のテーマに合う家具があんまり置かれていないみたい。セットの雰囲気がテーマと違う感じがするわ。まあ、いや、ここまで来ると君らが間違ってきた感じあるよ。今日和装でやるって言ってたのに、なんかね、洋風のウェディングドレスとか着てきちゃってみたいな。テーマの雰囲気に合う家具を置くか、カー君が作ってくれたウェディング家具をテーマにあったリメイクカラーに変えてみて。そうそう、お礼をしなくちゃね、ウェディングなフラワースタンドくれたよ、ありがとう。どうも、愛の結晶くれへんわ。あー、くれたくれた、よかったよかった。愛の結晶育まれなかったんかと思った。おかげで素敵な写真が撮れたわ。よかったらまた明日も来てね。これ許されたんかな。愛の結晶いくつくれたんやろ。愛の結晶、愛の結晶、今回もらえたのは、あ、6つ、あ、言うてでも6つくれてるな、ありがとうございます。結構優しいのね皆さん。じゃあお二人ともお幸せに、親善式もいいもんすよ。じゃあねー。あ、幸せそうやわ、よかった。さてと、んじゃあちょっと子供と集まりやろうかな。はい、どうぞ。今日はね、土曜日の午後なので株売らなあかんのよ、うん、なので株売っちゃおう。ただ残念ながらパパは事前に株価を確認しましたが、残念ながら下がっておりました。株買ったのは105円ぐらいで買ったやんか。だけどただ二人ちゃんは今回株を500株ぐらいしか買ってないでしょ確かね。今回はちょっと高いからあんまり買わんとこって賢い買い方したから、あ、それか、あ、そう、それで500株全部やったと思う。あなたは賢かったので、うん、パパ結構いっぱい買っちゃった。もう一回ここにいるんだ。ここ行きたいって、息子くんがここ行きたいって言ってるから見せてあげ、もう一回。うわぁ、かわいいな。ここにブーケも貼ったらいいよ、な、だな。今回は株を負けちゃったけど、でも500株しか買ってないから、前回はいっぱい買って、儲かったけど、今回ちょっとだけ買って損してるから、これいいことですね。勝つときは大きく買って、負けるときはちっちゃく負ける、基本です。というわけで株売りましょう。お茶飲んでいきましょう。いってらっしゃいませ。はい、いろいろお待ちくださったんですね。計算しますと、はい、じゃあ合計38,800ベルです。どうもどうも、いいね、大きく負けて、じゃあ大きく買ってちっちゃく負けました。これでいいんじゃなかろうか。
パパやめちゃった。いや、やろう。はい、いい。うん、えい、はい、いける。えい、やっちゃったよ。ネオンテトラだ。熱帯魚は競争だ。難しいぞ。あ、いける。あー、惜しい。あ、上手上手、うん、ちゃんと分かってるやん。あ、いいね。はい、いいね。ナイス、味いい味ですね。じゃあ誰読もうか。ん、風邪ひいたカッコ。何それ。エレファン、ハンロク。あ、お前おる。あ、この人。え、なんでなんでなんで。え、いいけど。あ、誕生日なんや。へえ、マジか。よう知ってんな。そうそう、お客さん呼ぶ。何で見た。あ、あれか、あの誕生日、動物の森誕生日表で知ったのか。よう覚えてんな。めちゃ風邪ひいてるやん。かっくんです。お呼び出しってなんかドキドキするな。一体僕にどんなご用なの。この子もぼんやりかな。僕を誘ってくれるって嬉しいな。すぐ行くよ。ヘクシ。この子病気になったらどうなんやろな。ずっとか。新型コロナウイルス違うからな。そやな、でもしゃあないな。そう思うよな、マスクしてたらな、うん、みんなしてるもんな今は。ちゃんと対策してて偉いな。いやー、早速遊びに来たよ。早速ってくれてありがとう。キャンプのご飯って言ったらやっぱりカレーライスが最高だ。でもカレーばっかりじゃ飽きちゃうし、今度はカレーうどんにしよっかな。大して変わらない。たこやと同じな。、うん、僕この島の人がサウナスターブを作ったらどんな感じか見てみたいんだ。やって。本当に行ってみてよかった。でも明日には帰っちゃうから今日中じゃないと見られないんだ。なるべく早くお願いね。サウナストーブか。何が言ったっけな、うん、石、鉄鉱石、木材。石と鉄鉱石と木材ちょっとずつ足りませんので、もう少し石を叩いて木も切りましょう。3発15円引きの怖いね。かわいいな。あ、でもパパが叩く。あ、それ木材や。オッケーオッケー。はい、木材1個。なんだか嬉しそうだね。もしかしてお願いしてたものが出来上がったとか。ヘクシ。なんかこの人目怖ない。ええの。このサウナストーブが新大阪オリジナルなんだね。思ってた通りかっこいい。作ってもらったお礼にこのブロックチェックのパススリーブ受け取ってくれるかな。何それ、ブロックチェックのパフスリーブ。あー、かわいいやん。めっちゃよかったね。めっちゃかわいいやんそれ。書くやん、私も。そやで。じゃあお揃いでちょっとさ、俺パパな、タモツにあげたいかね。うん、それだけあげて終わろう今日。かわいいキャビア。やっぱこの服着てるときめっちゃかわいいな。な、料理をするのもいいかも。な、ネコネコしててめっちゃかわいいよな。もうこれかわいいから今日は服あげんとこ。普通に。これ愛の結晶あげたら喜ぶらしい。そう。ね。愛の結晶？これを私に。なんだか照れちゃいますね。ありがとうございます。そう。これ愛の結晶。どんどんあげちゃおう。なあ。ありがとう。君からの愛しっかり受け止めたよ。愛の結晶何もくれへんのかもな。どうぞ。愛の結晶か。こういうのもらうとなんか照れちまうな。みんな喜ぶけど何もくれへんねんな、うん、あ、いた。愛の結晶あげとこう。まあ愛の結晶ね。こんなものもらっちゃうとちょっと照れちゃうわ。ありがとうダーリン。なあ、タモツ、あれあれ今おったよね。え、消えたで、タモツ。タモツイリュージョンが。え、あれ、え、この辺ピッと歩いてたよね今。あ、いたいたいた、ワープしてる。怖っ。タモツ怖っ。なんや、でもニコニコ頑張ろうね。
ね。見てみて、君が譲ってくれたカエルの服だよ。この服まるで僕のために作られたみたいな。割とずっと着てんねよな、タモツこの服。だけど今日はタモツにもっと似合いそうなやつ持ってきたよな。これこれ、ジャイアンの服。どうも。もしかしてこれラガーシャツ？いいものもらっちゃった。僕に似合うかドキドキする。めっちゃ似合うわ。むちゃくちゃ似合うわ。いいね。よかった。お金ありがとう。愛の化粧もあげる。愛の化粧もあげようか。もうあげられへんじゃん、でも。1日2個あげられへんね、ほら。愛の化粧まだ今度あげような。はい。じゃあというわけで、タモツがいい感じにジャイアンになったところで、今日は終わろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。